はい、こんにちは、ヨネチャンネルです。今日はですね、石狩市番名黒2条1丁目にあるラーメンの音村さんというところに行ってきました。ここはですね、手稲番名黒線という、道路上で、石狩市役所の、すぐそばになります。で、メニューを見るとですね、激辛ラーメンとかね、牛すじラーメンとか、いろいろと載ってまして、ちょっと初めて行ったもんですから何がいいのかねちょっとよくわからなかったんですが、メニューを見てね、牛すじラーメンの、チャーハンセットっていうのが、美味しそうだったのでこちらを頼んでみました。で、このお店のそばはですね、ラーメンちょっとやや激戦区なのか近くにね結構人気店も2店ぐらい並んでて、ちょっとここは入ったことなかったんですが、僕の友達のラーメン通の人に言わせるとね、なんかここも全然美味しいよってことを聞いたので、今回ね、ここに来てみました。で、これが牛すじラーメンですね。スープの方は味噌味でしたね。で、こちらのラーメンもですね、本当言ってた通り、全然、美味しく食べれるラーメンでした。で、店内もですね、結構意外と広くて、個別で座れる席もね結構あるし、何人かね団体というか 4,5 人とかで行っても十分テーブル数もあってですね、あとなんかね奥の方にキッズコーナーみたいなのもあったので、小さいお子さんがね一緒に行っても食べやすいお店なのかなと思いました。で、店舗のね奥の方には牛カツというですね、市花っていうのかな、お店が隣に続いてまして、多分ね厨房は一緒でやってるので、今度ねこの牛カツっていうのもねなんか美味しそうだったのでね、ここも行ってみたいなとも思いました。あと、先ほどねチャーハンも非常にチャーハン美味しかったですね。で、量はねちょっと少なめに見えたんですが、ラーメンの方も、あとこのチャーハンもねセットで食べるとね、かなりなねちょっとボリュームがあるなという感じでした。あとこの牛すじラーメンなんでね、牛すじが入ってたんですが、結構ねこんなゴロンとしたものも入ってて、ちょっとねボリュームありすぎというか、牛すじラーメンなんだけど、牛すじがねこれでもかっていうぐらいちょっと入りすぎてるぐらいに入ってましたね。はい、こんな感じのお店だったんですが、ラーメンの音村さん、またねちょっと行ってみようかなと思うような、お店でしたので、もしね皆さんもこちら方面行ったらぜひ立ち寄ってみたらどうかなと思います。本日は以上となります。ありがとうございました。